ボーダーの下で待ってるから。うまい。まだ引っかかるか。いやごめん、普通に俺の勝ちだ。よかったな、1回戦の相手が俺で。それな。それな。聞いちゃった、全部その話。いいよな、無敵技あるやつは。いや、今のはガヤがうるさかったから負けた。上のゲージ見てたら分かるよ、バンアウトするかどうか。みんなが喋り出すと、こうなんね。全員、どけ。そうだね。よっしゃ、じゃあ練習行ってきます。一作で、俺、一作で。僕だとね、人気者なんだよね。俺と対戦したやつ多すぎ。いやでもね、ゼロストボーダーってのがあるから。なんだゼロスト。ゼロスト、ゼロストに勝てるか勝てないかって結構重要なんだよね。そうだ。ボーダーか、俺。そう。相性とかじゃなくてゼロスに勝てるかどうかが大切。そう。配信者の中では。なるかさん、ボーダーの下で待ってるから。いや。認めてるんだ、ちゃんと。やだなぁ。あ、やばい。こいつ一作強い。やばい、やばい、ボーダーが。あ、ゼロスト。あ、ゼロスト。え、これがゼロ波動。これがゼロ波動。これゼロ波動。うわ、今日これで落ちてもいいな。お、うまい、惜しい。ゼロスマジ上手くなった。なんかね、違うんだよね。普通にゼロスはまあまあ上手いんだよね、前から。うん、俺、上手いね。俺ゼロストに、ゼロストにコーチ取られたからな。スティールされたからな。取られた。ナウマンスティールされた。削り、削り。よしよしよし。おー、強えな。やばい、ゼロボーダーが、ゼロボーダーが来る。ゼロスト強いよ。ゼロストだいぶガチだね。俺はもうね、強くなった。いや、でも、よし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 。あ、中央戦隊まだ引っかかるか。静かに。うまい。うまい。やる。やる。うわー、やってるじゃん。うまい。うまい。ニャラカは何で動かしてんの？パッドだよ。あ、パッドなんだ。いやすごい。クラッシュ。うまい。何これ。そんな、当たるんだそれ。かっこいい。かっこいいね。いいコンボだな。いいコンボ。かっこいい。気にがみやし。じじじゃん。これがボーダーいかか。あ、痛いぞこれ。これはやばいな。使うんだ。ボタンじゃないか。これ積んでない。これ積んでないか。SA2 は SA があるから。あるか。ただまあ出せるかってとこ。むずいよな。ああ、ラッシュが、ラッシュが出ない。ラッシュが出ない。ラッシュが出ない。ラッシュが。あ、逆にじゃないの、逆に今の。マリのパーティー連発。ねえ。一先では。マジでラッシュミスったのなのこれ。いやごめん、普通に俺の勝ちだ。ゼロスマリか。心臓、心臓の。ごめん、普通に俺の。普通に俺の勝ちだ。ごめん。ゼロボーダーが。ゼロボーダー。まあちょっと俺より、俺のボーダーより下の人たちちょっと戦っててよ。ゼロスケ、あ、信じね、まずはね。レイジで俺に当たってたらどうなってたか教えてやるよ、ゼロス。マジで当たりたくなかった。よかったな、一回戦の相手が俺で。そうだね。それな。それな。信じだったら終わってたよ。よし、信じ。あんま見たことないな。情報取ってこい。ラシードザンギどんな感じになるんだろう。結構ザンギがきつそうに見えるけど俺には。あ、ワールド打てちゃうからね。だいぶ辛そう。おお。やばいやばいやばい。よ、シンジ。わあ。だろ。いいよ。ヒロシさんって誰と戦うのが気持ち的に苦手なんですか？誰と？キャラ？キャラ。さ、ガイルと。いいぞ、プサモと話しかけて。今相手相当不利だから。ガイルきついんだ。ガイルが一番。ガイルなんだ。確かにガイル戦はな。見た目的に一番好みなキャラな誰ですか？見た目、あ、でも見た目もね、これ結構ラシードみたいなキャラ。よしよしよし。今ロールで一番キャラ強いからなんすか。ロールで一番強いキャララシード。おお、お前ちょ、お前ロールさ、お前シンジー、嘘逆転されてるやん。お前俺さ、聞いちゃった、全部その話。なんだろうって逆に示しちゃったよ。あ、これうまっ。上がるんだ。まあ、投げなのは読んでるんだよね。おー、読んでる。秋の方がいいんじゃない、シンジ。ちょ、セロスの気ですやばい。いやいやいや、シンジ、お前今日何食ったの夜。俺カレー。何カレー？何カレー？食ってねえ。おー、なもん食ってない。お、これコマンド回してるんだ。回してるね。えらすぎ。高い、100% だ。4800 L。 怖い。お、おしゃー。あー、うわー、投げない。ある、ある。もうレイジだと思って戦って、レイジだと思って。決勝100万だよ、勝ったら。いや、これルーザーズファイナル。
俺がシンジに負けた世界戦。勝ったらドンさん。勝ったらドンさん。ザクレ、ザクレ出てくる。はい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 、これ補正はあんまかかってないのこれ。これ100、100。かかってないね。やばやば。うわ減る。減った。補正ないんだ。うん、あれ100、100になるんだよね。あ、やばい。見せ見せ。あぶね。見せ、あぶね。あ。今の負け筋でやつです。チンチンの前。風溜めた時にインパクト。ダーイ！いいよな、無敵技あるやつは。いやー、無敵技強いっすわ。急に怒り始めた。ダセーな。急に怒り始めた。なんでお前ガイルで、ガイルで気が利くから。やめろ、お前ガイルで。お前ダルシムで来いや、マジで。ダルシムで勝てるか。すぐサブキャラ出すのやめろ。勝てるサブキャラ見たくねえんだよ。勝てねえんだよダルシムじゃ。思いが大切な、勝てる勝てないじゃなくてそのキャラ戦に関しては。アリケー最低だな。ここでダイヒル出されて俺たちどんな気持ちで見ればいいんだよ。本当だよ、気まずいって。メインキャラでやってくれよ、ボコされたら笑ってやるからさ。そうそうそう、お前がボコ、メインキャラでボコされるのも一つの絵だろうが。うるせえ、もう取れてんだよ、もうそれは。もう取れてんだよその絵は。じゃあ挑むなよお前。じゃあうるさいうるさい、集中できない。やばいやばい、まあ、言っただけでいいんだ。お前これされんな、ダルシムでされてくれ、せめて見てる側の気持ちも考えろ。そうなんだよ、うん、配信者だよね。うわ惜しい。ケンさん、おうわーすごい。ほらもうプサンもうこんなんなっちゃったよ。わーすごいに、こんな厳しい会話になってきたね。ルルもな、何も言えてないよ。ちょうるさい、ここまで浅くなる、すごいな。いやあれ、お前サブキャラやめろって。今回負けてもナウマンさんいないんだからおもんないだぞ。ちょっと待って、うるさいうるさい、かわいそうだってきたな。アリケンが間違った間違った。ここまで頑張れアリケン、かわいそうだってきた。アリケン頑張れ、まだあるよまだあるよこれ。あーまだいいよアリケン。わーわーわー、削り、うわ削り、削り、削り、これ削り、あ、なんか当たってるよ俺。カウンターって出てたら今 SH ダメかな。今ね、出したけど出なかった。あー、食べがなかったかもね。あ、なるほど。オッケーオッケー。いや、今のはガヤがうるさかったから負けた。なるほど。俺のせっかよ。マジで。ちょっとじゃあ、じゃあちょっと真剣に見とく。静かにするわ。見とくか、黙って。うん。まさか、アリキャンそこまでいいな、静かに見るか。うん。1600あるんだぞ、俺のガイル。おい、飛ぶな。1600っすか。ガイルで飛ぶなって、もうそんな情けないことある。下から飛ばない、飛ばない。お前、まうわー、おー、玉抜け。え、今の技かっこいい。あの、スライディングしてさ、あの、下から行って、あれ、日常生活に変えたい。バート状態だから、結構厳しいな。厳しいね。ちょっと黙っとけってだよ、うるせえから。うるせえから黙っとけって。勝つから、勝つから、勝つから見とけて。ほらほらほら、勝って、1本取って、1本取って、せめて。ほら勝つから、ここからラシード得たくなってきた。おいいね、上のゲージ見てたらわかるよ、バンアウトするかどうか。優しいね、兄貴。ちょ、ほらほら、みんなが喋り出すとこうなんね。あー、アリケンこれね、自分の飛びがめくりになっちゃって画面端自分で言っちゃってるから。え、これ終わったわ、これ終わったわ、終わったわ。あれ、いやー、アリケンお前ガイル村に戻れねえよ。ちょっと行き場がね、ちょっとガヤうるせえ、マジで全員勝てねえくせによ、ほんとうるせえんだよ。いや、めちゃくちゃ静かにしたけどね、俺ら。静かに見せた。全然喋んなかったけどな。ここは俺に任せ。うわ、負けた俺、クソ、次誰行く、これ。セロさん強いわ。ちょっと、カットすんな。なんやねそれ。カットするの、なかったことに。なかったことにするな。誰行く、いいでいいよ、ナイスナイスショット、ナイスショット。俺行ってみたい。編集者に行くんな、お前。お互い行こう、お互い行こう。1-2、1-2で負けたから、セロスさんに。切り抜き対策やめれる？いいね。ちょっとじゃあ、フレンド送っとくわ。アリケン、アリケン、アリケン、そろそろ行っとこうよ、ダルシムで。アリケン、やんないの？挑んだ方がいいよ。全員どけ、全員どけ。わ、やっと見れるな、アリケンのダルシム。アリケンさん、セロさん、やっぱこの試合は見ときたかったよね、リベンジ。今日は何してたの？1回目からやってね、これ、次から。
やめてやめて、編集で作ったんだから、ええ、そうかそうか、もうなかったことになってんのか。そうそうそう、じゃあアリゲン頑張ろう。さっきの本格的になかったことにするから。そうかそうか、頑張ろうアリゲン。これで勝ったらかっこいいぞアリゲン。実際でもこれで負けたら本当さっきの時間アリゲンますますなんだったんで、メダモード入った。これがナウマンさんの気持ちか。負けても全然あ、終わってる。あとお金。ちょっとでこれきつすぎる。いいんだよな、このキャラさな。このさ、この見た目をかわいそうになってくるんだろ。これ、虐待だろ。これマジでやっぱさ、そのラシードの玉がさ、ダルシム用だよね、もう本当に。うわ、ミスライジョージがね。確かに、ダルシム用の魂です。そう。これがストーリーモードやったら多分ダルシムがっていう話で盛り上がったから。うわ、うまっ。うまいな、うまっ。あ、でもアリケンもあるよ。多いよ。バーズだぞ。怖い。逃げる。オッケーオッケー。あ、見た。いやでも反応速度やばいな。ね、空対空がめっちゃうまいな。え、俺空対空読みしてたのに、なんで俺の時出してくれなかったんだあれ。でもいや、それはもう人を見て。なるほどな。いやーうまい。最悪その技。対空うめ。ぷかぷか飛んでらんねえじゃん、誰しもこれじゃ。え、セロさんっていくつっすか年齢。30です。セロさん、俺と同い年だよ。30。あ、そうなんだ。30なんだ。お父ちゃんと一緒なんだ。この玉、やばいな、マジで。え、てか、シンジより年上？うん、一個上かな。あ、お父ちゃんって今年 30？ 俺はそう、93年生まれ。31位になるね、今年も。今年30。え、お父ちゃんシンジより年上なんだ。お父ちゃん一個上だよ、俺の。なんだかんだね。お父ちゃんの代って全然いないよな、31。俺の代は笹さんとかかなと。あ、笹さんもそうなんだ。モンキーさんとかもそうじゃない？あ、モンキーさんもそうだね。うん、許されたぐらいなのかな。誰かいたっけな。おお、あっ、やる。ダルシムの話が。うわあ、モンキー D ルフィ80歳来た。ゴムゴムのタコ。うわ、テレポフェイント入れてる。セロさんの信頼度感じるな。お、いで。おい、ある。おっ、うわぁ、全然ある全然ある。うわ、敵ゲージねえし。アリケン大丈夫だよ、大丈夫。うわぁ、上回ってる。うわ、いいバトル。あれ、めくりになるのカードは。なるね、タイミングよって。あ、なるんだ、強いな、うん、それは。また橋です。またおじいちゃん、これ投げ入れるしかないんだよな。いや、きつい。これ、いや、強いな、本当。頑張った1ラウンドからの、ね、いやもう無理。落とすの終わり。いやこれは無理やな。いやガチ無敵、無敵くれマジで。いやお前よく頑張ったよ。まだ負けてない。まだ終わってない。いやナイスファイト。まだ終わってない。ナイスファイトアリケン。ナイスファイト。待て待て待て。ナイスファイト。どんまいどんまい。どんまいどんまい。チュンリーやれ、チュンリーもこれからは。そうだね。アリケンどのキャラでもうまいのすげえな。ガイルよりチュンリーの方が良かった気がするんだよ。アリケンって多分もうダルシムやめても。すぐなんか一つ上手くなんだろうな。ね、あのやっぱ基礎がしっかりしてるからね、アリケンは。アリケン、アリケンがダラシムやったかったら多分今頃セロスさんとかタイスさんわかるでしょ。まあそうだね、よかったじゃん、うん、ダルシムで弱くてダルシム。いいのかアリケン、言い返さなくて。ちょっとダルシムが悪いから。卒業の流れだ。聞こえてないかも。いいのか。ちょっと待って、さっきのアーチが相打ちなのがもう本当。いやこれもう命刈り取る形してるダルシムの。ワールがきつい。いやワールだ、刺さるな。たま身に飛ぶなよ。そこダルシムの位置なのに。かわいそう。ね、上に飛ぶのだけ。かわいそう。なんか涙出てきた。ダルシムこの組み合わせ見てるとダルシムなんかかわいいな。ね、すげえ一生懸命生きてて。ゲリやってる時なんかわかる、プーさんめっちゃ一生懸命生きててよくない？なんで隠んなんだ。エゴイドラ。うん。わあ、いいバックスだったのにかかんねえのかあれ。うわあ。うわ、死んだこれ。足りない。これリーサルじゃん。あ、エセス繋げない。あ、そっか。ないのか。うわ、この反応速度マジやばいよな。絶対落とすもんな。うん、これむずくないですか？いざやると。あ、むずいと思うよ。うん。毎回コパンでね、毎回コパンしたとしかもちゃんとこんな反応速度いいんだろう。お、あ、まあ離れた距離は見てんのか。いや、あれあるよ。あるよあるよ。
あ、さよなら。話さえ読めば。うわー、たまごめんなさい。たホームランしたぞ。遠かった、遠かったわ。頑張った、頑張った。アップデート来たらもう一回やりましょう。